どんこんにちは、松井塾の松井です。さあ始めていきましょう。世界史大学受験イスラム世界ということで、アイユーブ朝ですね。アイユーブ朝、愛と勇気だけが友達のアイユーブ朝ということになるわけなんですけれども、はい、1169年から1250年まで繁栄した愛と勇気だけのアイユーブ朝なんですけれども、はい、そこにいたのはサラディンです。いいですか、サラディン。はいはい、ということになります。サラディン、これは第1回十字軍のエルサレム王国を、はい、ぶっ壊します。はい、ぶっ壊してしまうんですね。はい、ということで、まあ、要するにレコンキスタなんかで、こう要するに我々十字軍はキリストは神の名のもとにおいてイスラム勢力から脱会するんだっていうところを、まあ、ぶっ壊してしまうというね、それぐらい、まあ、強い王様だということになるわけなんですけれども、まあそういう風な感じで、まあ要するに愛と勇気だけがね、まあアンパンチじゃなくてサラパンチみたいな感じでバーンって言ってたのかもしれませんが、はい、サラリンが第1回十字軍イエルサレム王国を要するに撃破することによってできたアイユーブ朝ということになります。はい、次回はですね、このサラリンが立ち上げたアイユーブ朝が、まあ首都がどこでどういう風になっているのかっていうことをしっかりと見ていきましょう。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。